はい、はい、どうも。あ、こんばんは。こんばんは。今日は田舎の漁港にメガアジを釣りに来ました。この筋肉でこんなんやはい、高弘くん、はい、どうもこんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。キャージングということでね、よろしくお願いします、はい。もうね、今回あの新製品入荷したんで、これでボリニーを倒していこうかなと思います。ポセイドン、ちょっとポセイドン、ちょっとソルティセンセーションスペリオルファインセンサーって言います。ちょっとかましましょう。キモいな。で、レールが23バンキッシュ。あ、バンキッシュいいですね。かっけえなー。かっけえなー。ドラゴン、皆さんに聞かせますよ。あ、かんなでかんなで。コルト UX、 はい、はい、コルト UX の、482UL ハードソリッド、ハードなとこですね。ハードやね。で、リールがこれ、ピシファン。出た出た、ピシファン。例のオイルチューン済みピシファンで、これね、6000円か7000円ぐらいやけど、ベアリング10個入ってるっていうね。なんかで、めちゃくちゃ軽いっていう。 150g 前後ぐらいかな。やばいっすね。のドラッグはちょっとクソやけど、もうそこら辺もちょっとチューンしてるんで。さすがっす。はい、 MM チューンしてもらってるんでね。 MM チューンね。 MM チューン、 MM チューン。はい、こんな感じで、じゃあちょっと漁港で遊んでみましょうか。はい、よっしゃ。はい、ジグヘッドが、自作タングステの 0.5g に針が、これヤリエやったかな、アジメバーミーの針つけてます。で、ワームはこれ何やったっけ、一斉のスパテラ、スパテラのやつです。ちっちゃいやつです。爆釣やったからな、これ。バスで。うわ、そっか、取れる。はい、来ました。よいしょ、ちょっとお豆さんの方ね。はい、豆味ですけどね。はい、これ、バチっていきます。これはゆっくりね。おどうも、はい、どうも来ましたね。マジか。あ、バンキッシュのドラゴン、ええですね。いいですよね、島のらしからぬ金属音。チリ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 。これは何に変わるんでしょうか。まずは1投目で1匹。はい、2匹目。やばい。はい、2匹目取れました。はい、2匹目。バテラ最高やね。こんな感じです。大きいでパチャパチャやんな。スパテラ君の、ここスパテラのこの一番ちっちゃいやつ最強やな。あの細いやつですね。うん、昨日あの、なんだバーニーのちっちゃいやつ、あ、はい、はい、使ったけど、当たりはあんねんけどな、やっぱ食い、ノリ側にな、ボリュームがあるから。確かに、僕もそれかもしれない。今日は当たりはあるっすけど、あやろ、チョップやろ。チョップです。チョップもボリュームあるもんな。なんか吸い込みにくいんかなと思って、このスパテラ1個持ってきて。1個や、ラスト1個や。ちぎれ、だいぶちぎれて。これすぐちぎれるからな、珍しいですね、あんまスパテラ使ってるイメージないです。そう、ここで初めてアージングした時は、はい、スパテラで入れ食いやったんや。そっからスパテラハマって、スパテラしか使えなかったんやけど、はい、これ結構弱いやん。はい、
何匹か釣ったらもうすぐ若いになるから、でまあいろいろ試して、今、まあ、ここやからまたスパテラと、ああドドドドッ、あくっすフィードでやる釣りか釣りじゃないかもしれない。餌をでいくわ、それ6万6万ディールで5万、5万11万、アジ釣るのに11万ですって。まあね、やっぱりね、これセットで2万しませんからね。それでも釣れますから、それでも釣れますから。はい、やりますね。落とした落とした落とした、プレッシャー上げてます。プレッシャー上げてます。ハイプレッシャーフィールドにします。昨日だいぶプレッシャー上げたけど。あ、来た、来ましたか。まあね、ここぞって時に釣る男なんで。やっぱりな、本番に釣る男やな。そうなん。え、ちょっと待って、なんかおかしいな、褒めた。今はジグヘッドがアジスタ、アジスタ SS0.4g にワームが34のプランクトン。あ、この日本のやつ。そうです。あ、なるほど、ね、チロチロと。いやらしやっちゃうまに。もうそのままきゃずっと撮影係しといてもらってもいいですか。あ、いいですか。いいですよ。はいはいはい、わかりました。ちょっと撮影係頑張りますね、はい。やっぱこの、僕なんか去年気づいたんですけど、このロッドの横に引いて縦に戻したり、うん、それを変えた時にやっぱこうワームの姿勢が変わるんですかね。変わるやんな、当たること。うん、スーってやって上に上げた時に、はい、スーピッて止まるんかな、こうやってね。あ、分からんけど、知らんけど、知らんけど、知らんけど、晩ご飯食べへんけど、これ唐揚げ、これ、うん、お前もそのまま南蛮漬けだ。唐揚げやな、うん、骨まで生きるやつ。骨の髄までしゃぶってやろうか。一回言ってください。ああ、それ。めっちゃあるよな。バイトを誘発する。面白い。いや、そうそう、温まってきた、温まってきましたね。あー、あれ、ノーカウント、ノーカウント。そこの中入れて初めて。そうですね。いや、勝負する。そうですね、そろそろ、そろそろちょっと勝負しますか。はい、入れるまでが1匹ですからね。あまあでも陸の上や、まだ、ね、
その間に一匹釣ろう。やばい、追いつかれた。何ワーマンショーです。まあこのカラーの差がね出ますわね、このアジングやったらね。バラせ。いや、何のためにチューブラーにしたか。こういうためです。チューブラーじゃないんですよ。ちょっとチューブラー、ちょっとチューブラー、適当ですよ。やばい、21や、やばいぞ。まあね、いつまでも進化しないエナカじゃないですから。日々進化。日々対価。日々対価。やばいぞ。ちょっと本気出すわ。1万のタックルと2万のタックルの勝負ですからね。さあ残り4分ですか。何余ってるんちゃいます。せやな、昨日から使ってるからね。これ負けた方が平地だってことでいいんじゃないでしょうか。やばいやばい、このドラゴンで焦ってくださいよ。ん、やばい、3-1やぞ。やばいやばいや。あとどれぐらいですか。はい、あとどれぐらい。残り1分です。1分で巻き返せるか。6 5 4 3 8 2 1。負けました。負けました。あ、かかった。これはありですよね。ありですね。1-4で負けました。一回休憩しましょう。はい、めっちゃちっちゃいし。じゃあ勝利者コメントお願いします。やっぱりもうこのニュータックルで、うん、あ、ニュータックルで、はい、このニュータックルにこのメガ味、メガ味、はい、決まりましたね。メガ味超でっけえな、このメガ味。こんだけね、でかいな。
何食ったらこんなになるんかっていうぐらいね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとまたににリベンジさせてください。はい。じゃあ一旦休憩で。はい。ちょっと鼻挟まれてみてくださいよ。うえ、怖い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 。僕なんですか。え、やってる。いえいえいえ、うわ、だってすごい。うわー、渡り谷に釣りました。渡り谷、はい、え、持って帰って湯がいて食べようかな。いいじゃないですか。食べるかどうかは別ですけど、これ、味噌汁ちゃいます。あ、もうそれ入れたらもう味粉々になってますよ。お前、じゃあ第2回戦、はい、リベンジということでよろしくお願いします。それではよースタート。よろしくお願いします。まあね、もう今僕が主役ですから。あかん、かけてまだ謝りたい。どうですかこのオーレレレオーリリ。はい、どうも。はい、走れ走れ、絶対バレんな、バレんなよ、絶対バレんな。あれ絶対自分でバレんと思ってた。思ってました。やっぱね、あの海面スキッピングさせたらね、バレます。やっぱゆっくり巻いてこやんと飽きまねんね。なんか悪いことしてるんじゃないですか、もしかして。入れるまでが一匹ですからね。そうね、はい、一匹目、一匹目、はい、かりました。やっと追いついてくれたか。やっぱトップをね、走る男はしんどいんですよ。作戦考えてますね。どんな作戦ですか。取れにくいワームを使う。なるほど。僕ワームはずれてないんですけどね。ちょっと豆味にしては筋肉つけすぎましたかね。
終了ということで、サドンです。はい、もう一匹釣った感じで、確かに。あ、カニだけに。はい。はい。カニだけに。逆さにって言った。ついてこれてない。ああ。落としちゃいますか。仲良ししましょうね。はい。確かに。カニだけに。カニだけに。この一頭で終わらせますよ。ちょっと沈ませましょう。はい、終わらせました。はい。今投げたばっかりなんですけど。その一頭またあげるわ。優しい。いや、いっぱいね。お兄ちゃんの余裕が。これで高弘君がこの一頭で釣ったら。もう一頭。あ、なるほど。来ましたか？このカニになんか。僕の勝ちということで負けました。野球しますか。あ、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ勝負はね、第一はね、そうですね、まあ、引き数では負けてるけど、はい、まあ、勝負はまあ引き分けということでね、また次回の持ち越しで。わかりました。やっぱりこう成長を自分でも感じられる一日だったから、たくさんバラしましたけど。いいですね、ファンキッシュ。いいですね、このドラゴンが。ああ、いい。あ、いいですね。成長したのはあのタックルだけかもしれない。いやいや、そんなことないですよ。次はこの筋肉でメガアジ仕留めたいと思います。筋トレしよう。筋トレしよう。筋トレ、筋トレ。じゃあ次回はカマスいきましょうね。カマスゲームいきます。次はベイトで釣っちゃいます。結局またベイトかよ。スピニングにしようや。ドラゴンがねないのが寂しいですけど、またよろしくお願いします。はい、よろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。おっす。